ナーをご覧の皆様、お久しぶりです。どうもどうもですよ、ね、アイリクトッパです。どうもね、5月頭からね、ずっとボーナスツアー回っておりましてね、つい先日ツアーファイナル、終えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとう。そのツアー中にですね、今回ボーナスツアーということで、ボーナスくじっていうのをね、開催したんですよ。1回の公演につき、こう1枚こうくじみたいな紙を入れてもらって、このくじの開票を今日やらせてもらうんですけども、全部でなんと5名様にね、プレゼントが当たりますんで、くじを入れましたって人はね、当たるかもしれないんで、よくチェックしておいてください。お願いします。なんとこのくじね、ツアーずっと回ってて、応募総数なんと何票だと思います？2万票。2万票ですよ。とんでもない、やばいですよ。まあね、実際160票ぐらいしかないんですけど本当はさっきも言ったんですけど、ツアー1箇所につき1人1枚、投票できる仕組みになってるんで、何箇所も来てくれた人はもしかしたら連チャンで当たる可能性もあるんでね。それすごいです。それは楽しみにしてください。ね、全部 5人とかにね、全員同じってことがある可能性あるんでね。まず肝心のプレゼントの内容を発表していきたいと思いますよ。まず第3位、これはね、オリジナル T シャツ3名様にこちら当たりますね。このデザインのね、今出てますね、これこのデザインの T シャツが当たります。くじ当選しましたって後ろにね、デカデカ書いてあるんで、これでライブハウスとか行けばね、くじ当たった人ですかみたいな感じで、プチ盛り上がりちょっとできると思うんでね、優しくしてあげてください。そうそう、優しくくじ当たったんで、そう特別に扱ってください白い目で見ないでね、なかなか特別感ある T シャツになって欲しいよね。いい感じでね、これ欲しいっす。で、続いて第2位、こちら、じゃん、ポスター。このね、ポスターなんですけど今年に入ってアーシャをね、3枚作ったんですよ。実は1つがね、普通にかっこいいアーシャと、もう1つがなんかジェットコースター乗ってわーって乗ってるアーシャと、3つ目のね、アーシャ、1つだけお蔵入りしてしまったアーシャがあるんですけどもねそちらの A2 サイズのポスター、サファリアーシャ名付けてね、もはや人外みたいなアーシャのポスターなんですけども、こちらのポスターを、せっかくなんでね、サインをつけてお届けしたいと思います。そして栄えある第1位はドラムロールお願いします。これマジやばいよ。ディズニーチケットとユニバーサルスタジオジャパンのペアチケットチケットって聞いて、誰かと一緒に行こうと思ってたね、淡い期待を抱いてたあなた、このリア充、残念、リア充お断り遊園地ぐらい一人で行ってこい、バカ野郎ってことね。ね、簡単だよね、遊園地ぐらい、ね、一人で行った時を教えてほしいよね、うん、一人で行きましたって僕たちに教えてほしいですね。俺たちは見てるから、ツイッターでツイッターいっぱい見てるから送ってくれた、今一人遊園地ナウトが送ってくれたらね、なんかリプ頑張ってとかね、頑張ってまあそういうことです。で、以上の景品をね、今からメンバーが一人ずつ、引いていきます。全部で5名様に当たりますからね。あ、フェアチケットに至っては一人でね、2枚チケットもらえるから、もうすごいですよ。もう最悪売るなりしてくださいじゃあまず T シャツから、3位の T シャツから引いていきましょうかね。いいやつ来たでしょ。はい、でもなんか御利益ありそうだから、ディズニーとか。あ、じゃあ一番御利益なさそうな御利益じゃあ3倍だから、倍率が高いからね、 T シャツ当たりやすいから。よく混ぜてください。こんな2万票入ってますから、よく混ぜて、うん、いい感じ。見ちゃダメだからね、もう、まあ、こっからはね、なんかちょっと不正ないように、ノーカットで、引かしてもらいますんでね。いいね、1枚いいね、ちゃんと1枚よ、固まってるからね、1枚いいね。個人情報書いてあるんで、個人情報書いてあるんで、画面には映さないで、名前を読み上げてください。そう、そうね、じゃあ俺も行くよ、1枚だけだよ、行くよ、10分。はい、結果発表、お名前はどうぞ。負けんぽちゃんです。負けんぽちゃん、
ポ。はい、ケンポケンポ。続いて2人目どうしようかな。じゃあもう一枚いいじゃん、景気づけに。そう、またいやドキドキするね、これ。はみ出し、あどうすか、引いた引いた、引いた。名前をじゃあ教えてください、どうぞどうぞ。クワショコちゃんです。頼むよ来てくれよ、ちゃんと。じゃあ続いて、じゃあメンバー変わりまして、エジャップ君に D やつ残り1名、最後誰が当たるか引いてくれ。 OK、 行こう。今の人みたいになってる。行こう。1枚よ、1枚。大丈夫、選べねえ、これ選べねえ。めちゃくちゃダメよ。君に決めた。はい、お名前の発表お願いします。ランナー。イエーイ。個人情報が大丈夫か。はい、じゃあ T シャツ当選の方はこちらの3名様になります。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いっぱい来てね。はいはい、いっぱい来てくださいね。じゃあ続いて私、第2位サファリアーショーのポスターね、欲しい、みんな。欲しいよね、サインもつけるしね。もう世界に1枚しかないですからね、本当に大事にしてくださいね。じゃあ、引いていきます。ガンガン中みたいな。すげえ見た、すげえ見た。ゆみちゃんが混ぜるな。これグラサンに見えて、これ目隠しだから大丈夫。じゃあ、俺、こういくわ。左手なの。左手は、左手は、左手じゃん、俺の手も、俺の手も、左手は。あ、待って、いっぱい出た、いっぱい出た。はい、来た来た。はい、9時から俺を求めてる。発表します。整いました。第2位サファリアーショー激レアポスター、当選したのはこの方。浜口。浜口、君に決めたい。日付は分かんない。浜口、お前日付書いてないじゃないか。いつ来たのこの人は。まあいいよ、でも浜口、君あげるよ。ありがとう。浜口にポスターはやる。大事にしてくれ。じゃあ最後、ディズニーとユニバのペアチケット。行かないんだったら嬉しいのか。一枚出てきた。もらっても嬉しいか嬉しくないかって言ったら嬉しくないって人ももしかしたらいるかもしれないけど、すごいからお金だけはかけたからね。ユニバとディズニー人見けちゃうってすごいよ。もう数年ずですよ、もうね。プチ旅行したらいいや、もう有給取って。はい、じゃあ行きますよ、最後。はい、栄えある第1位、このディズニーマスターに引いてもらってください。はい、お願いします。お前だ。さあ、ドラムロールお願いします。第1位発表お願いします。フルネームで書いています、鈴木美奈子ちゃん。割と達筆な感じで書いてあったんで、結構、うん、ね、麗しい女性の方みたいな想像してますけど、今。いやこれで、ボーナスくじ総勢2万票の中から栄えある5名様が選ばれました。ありがとうございます。ありがとうございます。当たらなかったあなた、残念賞は特にありません、すいません。でもまあ今後もまたこういうのもしかしたらやるかもしれないんでね、ガンガン今後のライブも遊びに来てください。遊びに来てくださいね。7月21日にね、あの裏ファイナルっていうねボーナス公演もやりますんで、そちらもよかったら遊びに来てください。ということでね、あの当選者の方にはこの動画のアップロード直後にあのメールであのお知らせしてますんで、もしまだ届いてませんよっていう人がいたらね、はいっつって
あの、あいつ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 、テレパスで感じ取る。僕らのホームページのコンタクトフォームに、あの、送ってもらえればアドレス照合して本人だなと思ったらすいませんみたいな感じになるんで、だからそんな感じで9時以上になりました、ありがとうございました。個人情報はね、責任を持って処分しますんで、ね、あ、そう、全部シュレッダーかけますんで、残りはね、はい、じゃあプレゼント届くのをお楽しみにしてください。じゃあ今後ともドーパとドーパチャンネルご一気に、それではさよなら、さよなら、さよなら、グッバイ。全部で4名様で、最後第1位はなんとドラムロールお願いします。ありがとうございます。はい、第1位はなんとディズニーペアチケット。ディズニーだって、おい、俺が当たれてんだよ。それはふざけんなよ。もはやドーパ関係ねえ。ペアチケットということでね、アベックっていうか彼氏と彼女と行こうってね考えてるあなた、残念残念。なのでペアチケット、なんとディズニーランドとディズニーシーのチケット1枚ずつのペアという形になります。ディズニーランドとディズニーシーチケットのペアね、 2days 一人で行ってこいってね。そんなことできんの？え、両パークチケットしかなくない？あ、そうなの。年間で。あ、それって入社の時に選ぶの？そうなの。あ、そうなの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、買う時に選ぶもんだと思ってた。あ、そうなんで、どうしよう、どうしよう。普通に嬉しい。普通に嬉しい、普通に嬉しいやつだ。最初富士急って言っちゃうの。富士急だっけ。富士急とディズニー、富士急ってでもね、買えないんだよ。